げちゃん。さあ、今日はまた沖縄にいますが、ですキャンプの時に、2月ですね、春のキャンプの時にいろんな球団来てますけど、いろんなご飯屋さん、いろんなところに、ご飯を食べに行くんですが、僕はまあ、来てたというか、やっぱり野球選手が来る、お店として紹介したいお店に今日は来ています。そこがここです。あ、書いてなかった、何も書いてなかった。タンヤってこのメニュー表なんですけど、タンヤに来ております。これはタンのね、専門店というか、タンをいっぱい扱ってるんですけど、でもその中でもタンは当たり前のこと、アグーのそのしゃぶしゃぶとか、まあ、いろんな食べ物がありますんで、今からちょっとね、紹介したいと思いますが、実物をね見せようと思ったんですが、そこはもう来てもらって楽しんでもらおうかなと思ってます。まあそのタンとかの食べる、やっぱり飲み物としては、まあ、このザンパですよね。ザンパを忘れないように、沖縄といったらザンパ、お願いしますよ。 OK ですか。はい。それで、まあ、この僕もタンも、食べるんですけど、いろいろ食べるんですけど、メニューをですね、どういったものをここに来たら食べたら美味しいかとか、どういったものをなんか注文したら、まあ、鉄板裏メニューっていう、そこまではいかないですけど、ちょっとそれを紹介したいと思いますんで、大将と看板娘を呼んでますんで呼んでみます。どうぞ。はい、来てもらいました。大将と看板娘でございます。大将、なんかまたこれザンパまた持ってきて、はい、違う種類なので、あ、これはなるほど、ちょっとこれはちょっと好きなんですか。あ、もう本当ですか。今日だけなんかこれ置いてるとかそんなんじゃないでしょうね。ザンパですか。あ、本当ですか。なるほど。タン屋なんですけど、まあ、野球選手とか有名人とかいっぱいやっぱり来ますけど、やっぱりそのメニューとして、大将なんかこうおすすめメニューとかありますか。まあ、テールの塩焼きとか。テールの塩焼き、タン以外では。はい、テールの塩焼き、なかなかもうタンはね、とにかくうまいですよね。タンは、はい、その他にはもうおすすめって感じでもうテールの塩焼き、 あとはもうシチュー。あ、シチューですね。タンシチュー、タンシチューですね。それあと裏メニューの方ですね。裏メニューの方ですね。タンシチューと、タンシチューとあとテールの塩焼き、テールの塩焼き、これを忘れずに食べていただきたいと思います。あとはタンの、タンですよね。はい。で、お時間は何時から何時までになっておりますか。6時から。6時から、はい、朝の6時ですか。いや、午後です。午後ですね、はい、はい、夜の6時から、はい、何時までされてますか。一応11時まで。11時まで、はい。でもね、10時半にオーダーストップですね。10時半にオーダーストップ、はいはい。で、結構混み合いますんで、はい、今日もそうなんですけど、予約ですね、はい、予約をしていただけ、電話を、アクセスとかいろいろ、ここに、見てもらえれば、やりますんで、ここに連絡してもらえれば、予約とか、まあ、いっぱいの時はまた断りとかもあるかもしれませんけど、電話してもらって、はい、皆さんで楽しんできてください。本当に美味しいんで、よろしくお願いいたします。あそこのサインなんすか、あれ、タン屋さんやりましたって書いてますけど、あれいいサインですね、あれね。あとでちょっと、あ、そうか、そう、俺か、あれな、俺のサインだか。3、2、1、やりました、炊飯器じゃーん。